はい、こんにちは。まやチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね、スターウォーズのフォースの覚醒のフィギュアでございますね、ベーシックフィギュアでございます、それの、新しいキャラクターのフィン、レイ、そして新しいストームトルーパー、あとストームトルーパーの銀色のキャプテンファズマっていうのと、あとカイロレンですね、これ気になるね。カイロレンはあのこういう十字のライトセーバー使ってて、ね、いかにもダークサイドなのにダースダンとかってつかないっていう、このタイプのフィギュア買うのはものすごい久しぶりです、でなんで買ったかっていうと、これね、ヨーカドーに置いてあって、これね、見た感じすごい良さそうだったから買いました、はい、じゃあ一つずつちょっと見ていきたいんだけど、その前にですね、実はパパはね、子供の頃に、子供の頃じゃないな、学生の頃に買ったですね、ベーシックフィギュアがこれだけ実はあるんだよ、あのもちろんね、旧三部作のものなんだけど、新三部作のやつだって1個も買ってない、全部旧三部作のやつですね、もうね、学生の頃ね、バイトして買ったやつだよ、これ。バイトしてたんだ。バイトして買ったやつだよ、これ。はい、こんだけありましたね、これストームトルーパー2台あるでしょ、1個はですね、これヘルメット取れるタイプ、これルークなんだよ、あのヘルメットをかぶった、そう、エピソード4で出てくるルークですね、でこれ普通のルークでしょ、でボバフェット、3PO とアルツでしょ、これレアだね、アクバテトク、アクバテトク、なかなか買う人いないと思うけど、アクバテトク、あとジャワ2体でしょ、オビワンケノビー、あとロイヤルガード、皇帝のお供だね、ロイヤルガード、これ珍しく女性キャラ買ったレイヤ姫ね、しかもジャバに囚われたあのビキニレイヤ姫、それと、これが、エピソード6の方のルーク、で皇帝でしょ、それとダース・ベイダーとハンソロだね、これだけ持ってました、でたまにエシン君これ遊んでるよね、出してね、それでだ、この旧フィギュアってね、なんかねすごいマッチョ、そうマッチョだったんだよね、なんかすごいマッチョなんだよ、こんなね、マッチョじゃなかったよね、ルークとかこんなねすごい筋肉もりもりじゃなかったし、ダース・ベイダーも、そうダース・ベイダーもすごい筋肉隆々だからね、腕とかすごいもんね、今回ね新しく買ったベーシックフィギュアはあんまりそんなね筋肉もりもりって感じじゃないから、ちょっと期待しております、はい、では開けていこうか息子よ、わかった、はい、それではですね、このストームトルーパーから開けていきましょうか、はい、はい、ファーストオーダーストームトルーパーって書いてある、なんか違うのかね、顔は全然違うよね、顔じゃねえ、ヘルメットは全然違うよね、はい、じゃあ開けていきますよ、はい、あ、そうだ、ちなみにですね、こちらね、なんかこういうね武器みたいなのがついてんだよね、でこれは3つのキャラを買ってそれぞれパーツを組み合わせると、なんかね、ドロイドかな、ドロイドか武器かなんかになるみたいだね、こういう売り方スターウォーズもするんだね、じゃあ開けていきますよ、はい、はい、ちょっと楽しみだな、はい、よいしょ、うわ疲れた、これどうやって開けるこっから開けるでいいのかな、そうですね、よいしょ、うわあ、ちょっと待って、はい、こちらがファーストオーダーストームトルーパーですね、なんか思ったよりも小ぶりだったかな、そしてね、足が短い、これ意外だな、そして昔のストームトルーパーと比較しましょうか、あ、一緒だねサイズ、なんだ小ぶりだと思ったけど、あ、やっぱりこっちの方がマッチョだから、小ぶりに見えるのか、でも古すぎて黄色くなっちゃってるのこれね、色が色変わっちゃってるんですね、で後ろを比較するとこんな感じ、可動は腕が上げられるのと、足が、あ、足も上がるね、ちょっとだけ、腰は、あ、腰の動きがない、よく動きません、顔は、あ、顔を動かせる、じゃあ本当にこうやってちょっと打つぐらいだな、これがドロイドかでっかい武器になる銃座、そうだね、はい、続いてこちらのレイいきましょうか、はい、このキャラクターはね、なんとなくパパはね、レイヤの娘じゃないかなと思ってるんだけどね、なんとなくそれ多い気がする、まだ分かんないけどね、どういうキャラなのかすごい興味あるな、いただきますよ、はい、しょ、はい、こちらがレイですね、いいんじゃない、すごくね腕が細い、あのマッチョな時代とは全然違う、細いよ、よくできてる、で可動は、可動は一緒だね、両手と両足、あとは首が動かない、あ、動く、あ、首動くんだ、すごいね、動かないと思いちゃう、動くと、顔似てるんじゃない、
なんかね、割と似てると思う。昔のフィギュアって本当は顔似てなかったからね、これ似てると思うよ、後ろのこの髪ゆわいてる感じもすごいリアル、よくできてますね、はい、続いてこちらのフィン、これを開けていきましょう、はい、これはね、もしかしたらランドカルディジアンの子供かもしれないんだけど、ランドカルディジアン、それって何？あ、そうだ、エピソード5と6まだ見てないからさ、えちゃんわかんないんだよ、ランドカルディジアンが。はい、こちらがフィンですね。これもすごくよくできてる、服とかの、ね、質感もいい感じですね、フィンだけここに穴がある、なんか刺せるようになってるのかもしれない、可動は同じだね、両腕、両足、顔、そして顔、これ似てるよ、すごい似てる、これも似てるね、よくできてる、髪の感じもいいしね、素晴らしいな今回、素晴らしい、後ろの穴はですね、ここの付属していたこのキャタピラみたいなやつ、これがその背中につくようになってるね、こうつけるのかちょっとわかんないけど、実際多分劇中ではこんなことしないと思うんだけど、でも本当はこうやってつくるね、こういう風につくようになってますね、はい、続いてこちらお待ちかね、キャプテンファズマだね、ストームトルーパー、銀のストームトルーパーでね、これはかなりインパクトありますね、かっこいい、かっこいいよね、開けてみましょう、マントついてる、かっこいい、これかっこいい、はい、こちらがキャプテンファズマですね、すごいかっこいいね、超かっこいい、超すごい、ちなみに、ストームトルーパー並べてみるとこんな感じ、微妙にデザインが違う、ヘルメットのデザインがちょっと違うな、やっぱりキャプテンなんだね、その分ね、大きさが違う、身長がちょっと違う、本当にね、キャプテンファズマの方がちょっと大きいかな、これやっぱね、縦に線が入ってて普通のストームトルーパーとはちょっと違いますね、かっこいいよ、金の塗装いいね、しかもね、マントがついてるんだよね、マント軟質パーツですね、かっこいい、すごい、可動は同じだね、首で足だけ、腰は回りませんね、いいじゃない、いいと思います、はい、じゃあ最後にこちらのカイロレン、これも開けましょうか、はい、いきますよ、はい、ほら、まずこれが例のライトセーバー、十字の、そしてカイロレン、カイロレン、はい、こちらがカイロレンですね、はい、これすごいよくできてるね、ちゃんとダラダラもね、なんかあるし、布っぽい感じが出てるよね、素晴らしいですね、これ素晴らしい、はい、こちらがお顔ですね、すごくいいと思いますね、はい、布の感じもよく出てるしね、うん、で気になったのがこのライトセーバーなんだけど、結構ね、この辺ツルツルしてないの、ザラザラしてんの、本当だ、これさ、完璧なライトセーバーじゃないんだね、この人シスじゃないんだ、やっぱり、あ、そうだよ、シスになりそうな感じの人なんだ、はあ、きっとそうだよね、でも悪は悪だけどね、悪は悪だね、悪い人たちはもう悪です、そうだよ ね、可動は首、腕、あとは足ですね、足マントごと動く、面白いね、これね面白い、はい、並べてみました、はい、身長差こんな感じだな、うん、カイロレンの方がちょっと高いかなって感じだね、レイ、フィン、ストームトルーパー、ファズマ、カイロレン、でもファズマもほぼほぼ同じだね、この2人はね、はい、ということで今回はですね、スターウォーズのフォースの覚醒のベーシックフィギュアを5つ買ってみましたね、はい、今回のシリーズはやっぱね、いいね、細かくてしかもマッチョじゃないし、よくできてると思います、今後もちょっと期待したいですね、楽しみ、すっごいフォースの覚醒楽しみだから、まだね、いろいろね、内容どうなってるのか知らないけど、これ見て想像したいと思いますね、はい、はい、とにかくね、このカイロレンはよくできてる、スターウォーズ好きだったらね、これだけでも買ってもいいかもしれない、これよくできてる、本当に、置いておきたい、本当、服も本当に破けてるかもしれない、そう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 、はい、ということで今回は以上でございます、バイバーイ。